どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓使いが人数不利でできる対策まとめとなります。トライストリンガーを使っていると課題になってくるのは人数不利ですよね。前線を張ることが難しく、後衛は狙われやすいので対策は必須かと思います。メインを当てれれば問題はないところではありますが、実際難しいというところが大きいですね。そこで今回は人数不利の状況別で立ち回り対策についてまとめていきたいと思います。防衛寄りの話に今回はなるかなと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきます。最初はよく目にする状況の前衛武器が落ちた時からいきたいと思います。防衛にとって前衛がいるのはとても大事ですよね。敵の炙り出しから塗り切ると前にいるだけで大助かりです。そんな前衛は危険にさらされることが多いので、デスも増えがちというところがあります。デスが増えがちということは、後衛が危険にさらされることの回数も増えるということになります。それを考えると、前衛がデスするのは一番多い状況になる、基本的な状況になると思います。でそこで今回は自分と前衛の2人で組んでいる時を想定して対策を話していきたいと思います。では対策です。基本的にはカバーしている状況かと思いますので、相手の被弾状況に左右されると思います。前衛が削り切ってる、もしくは自分がカバーでダメージを与えていたら強気で倒しに行きます。理由としてはデスの枚数を同じにできるチャンスだからです。ここで落としてしまえば相手の前衛を1枚潰せますので、押し込んでくるチャンスを潰せます。もちろんリスクもありますが、被弾してるなら強気に行くというのは重要なことです。もし被弾してないようであれば、サボを使って時間稼ぎや他の味方に知らせて警戒させるというのも一ついいかと思います。一旦逃げるのもありですね。とにかくすぐに2対1という状況に持ち込むのが大事かと思います。ここではスペシャルを使うのかという疑問は出てくると思います。個人的には使うのは正直難しいと思います。理由としてはメガホンでキルを取るのが相手のキャラコンや足場次第というところが大きいからです。どうしても押し込まれたくない場合は使っていいと思いますが、単体ではなくポイズンと合わせて使っていきたいところです。個人的には防衛に備えて温存しておき、人数を揃えてから使用したいなというのが強いですね。はい、ということで前衛が落ちた時に関しては以上となります。続いては2枚以上味方が落ちた時についてです。一番きついシーンですね。相手がイカランプを見て攻めてくる場面かと思います。弓にとっては自分の対面力が試される場面なので、ここでの勝率が試合を左右すると考えてもいいと思います。それでは2枚以上落ちた時の対策をまとめていきたいと思います。対策としては、この状況でまずポジションの確認が重要かと思います。前衛が2枚落ちているということは、少なからず前に押し込んでいる状況の可能性があるからです。また2枚落ちていたということは、近くに2枚以上の敵がいる可能性も高いです。ということはいくらエイムが良くても一度に2枚以上相手することになるので、かなり無謀なんですよね。まずは周りの危険な状況を判断することからでいいと思います。続いてはポイズンとスペシャルによる時間稼ぎです。やられたところにポイズンを投げれば誰か1人入る可能性があります。さらにメガホンを複数に打ち込めば、相手はむやみに攻め込むことができないので時間稼ぎができます。復帰から現場に戻ってくるまで10秒くらいかかると思いますので、それくらい時間稼ぎして人数振りの時間に攻め込ませないということを意識するといいかと思います。もちろんこの時に逃げるのもありです。ただポジションを取られますので、下がりすぎには気をつけたいところですね。ということで2枚以上に落ちた時は以上になります。続いてはカウントリード時に味方が落ちた時です。ルールが絡むと考えることが多くて大変ですよね。各ルールによって状況は様々です。おこもちの前がデスしたのか、エリア確保時に落ちたのか、矢倉は敵陣なのか、
アサリのチャンスタイム中なのか、いろいろとありますが、攻めてる時で統一して今回は話をしていきたいと思います。それでは対策です。ルール関与はしてるとしても基本的には前に話した2つの応用になります。1枚落ちているのか2枚落ちているのかが重要です。1枚落ちであれば味方の復帰に貢献しつつ相手を同じ人数にしたいので攻めたいところです。ここでも大事なのはルールを挟んで敵の位置を特定してるかですね。ルールを挟んでいるとはどういうことかというと、敵、矢倉、自分というような並び順のことになります。こういうところで話になると後ろの方ですね。後ろにいるとなるとまず味方がビーコンとして復帰しやすくなります。まあ、これは味方次第のところもありますね。また後ろから射程を生かしてカバーができるのでサブやスペなども使って相手の邪魔をしていきたいところです。1枚落ちであれば味方の復帰と味方の生存時間を伸ばすことを重視していいかと思います。2枚落ちの場合は撤退と邪魔を意識するといいかと思います。カウントリードしてるということは少なからず有利です。ですが相手はペナルティでスペシャルが自動増加します。下手に前にいるとデスした上に相手にスペシャルも貯められるので復帰した時に打開がしづらくなります。それを防ぐために撤退をすることによってスペシャルの温存をします。この後はメインとスペシャルを使って打開を狙うわけですが、あとは実力次第ですね。でも何もないよりも温存をして合わせるという意識が重要なので無策で動くよりも勝率を上げれるかと思います。リード時はとにかく相手の流れを潰すのが重要かと思います。しっかりこちらも戦略を練って有利不利を早めに判断し攻めと撤退を決めた方がいいと思います。ちなみにですが、僕は弓の対面は思ったよりも辛いと思ってますのでポジション取りを優先して下がることが多いです。では次に行きたいと思います。続いてはカウント負けしてる時に味方が落ちたらです。状況的にもこれは辛い場面ですね。ですがここを切り抜けないと勝率は安定しない場面なので焦らず対策するのは大事です。対策としてはデスをしないが一番です。ポジション取りや対面はいろいろありますが、この場面ではデスしないのは非常に大事です。まず劣勢時はスペシャルの自動増加の恩恵があります。これを最大限に生かすにはデスせずに使う必要があります。ここでデスを繰り返すようであれば恩恵の無駄遣いになるわけですね。スペが使えれば何もしないより打開成功のチャンスにつながりやすくなります。メインの射程とサブで邪魔をしながら粘り強くいきましょう。この状況の時は味方がガンガン攻めてデスが重なるのは分かりきっていることなので、それに合わせて自分が焦らないということが非常に大事です。はい、ということで今回はここまでとなります。弓使いが人数振りでできる対策まとめはいかがでしたでしょうか。人数振りというとどんな場面でも出てきますが、自分が何をするかによって被害を抑えれると思います。その試合で負けてしまっても別の試合ではうまくいくこともあります。どれだけ勝率の高い戦略が取れるかが大事なわけですね。それを今回は人数振りという面で話してみました。持ち武器によって変わると思いますが、いろいろ試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。